Hey, what do you mean? Hi. ここは下北沢です。イエーイ。明けおめだね。明けおめ。はい。というわけで今日はですね。明けおめにふさわしい。明けおめにふさわしいということはなんだということで、今から私たち2人で、アート体験に行きたいと思います。しーちゃんが。ちょっと前に行ってて、私が行きたいと思って、しーちゃんを声かけて、今日はね、一緒に行くんですけど、しーちゃんはだから今日で2回目。そう、2回目。1回私でやったらにゃおが興味を示してくれて、そうだよ、楽しみ、超楽しみ。なんか今日のはアクションペインティングって言って、そのこうキャンパスでこう描くんじゃなくて、キャンパスを見ても体で描く。え、そうなん？そう、体で描く絵のことを言うのよ。めっちゃ楽しみ。そう、だからもう気持ちをもうキャンパスにぶつける。ああ、でも分かった。私結構歴代ね、学校とかで美術の点数結構高くて成績が良かったんですけど、何の気持ちを込めてその絵を表現するかが結構大事。今から着きましたよ。着きました。外から見たらこんな感じなの。あ、え、すごい。めっちゃインクぐちゃぐちゃ飛ぶ。え、すごい。ここです。電柱がめちゃめちゃ、すごい。インクぐちゃぐちゃじゃない。ほら、ここでバーバーバーってやります。ちょっと行ってきたいと思います。ここすごい。やったー。撮影許可いただいたぞ。2人最高。貸し切りだったね。やったー。いい日、いい日。すごーい。アトリエみたいになってるね。めっちゃ可愛くない？可愛い。え、いっぱい写真も撮りたい。本日の先生です。よろしくお願いします。やったー。で、これが古着なんですけど、エプロンの代わりに可愛いので、もう好きなのを選んでください。めちゃくちゃ可愛いんだけど。めっちゃ良くない？ここ。え、じゃあその絵でインクで汚れちゃうから、それの代わりにこの古着。毎回つけようまた。お、私も赤でしたね、お姉さん。そう。これすごい汚れてるからいろんな人が。あ、本当だ。いろんな人の洗浄を見てきて、これが人気人気。かわいい。あ、それ今の下に合いそうじゃん。ディズニーで行くわ。はい、ディズニーで。はい。ディズニーで。ディズニーで。はい。ジャクソン・ポロックってやつ。ジャクソン・ポロック。ジャクソン・ポロックっていう画家が。え、すごいね。うわー。かっこよ。なんか本物すぎて。闇ながらこの人はやってた。へえ、あ、じゃあもう本当心で描いてる。そうですね、心で。すごい。今の。気持ち荒ぶってるから荒ぶってるでみたいな、もう本当に何かを作るとかじゃなくて、今の気持ちを表現する。そうですね。これかっこいいじゃん。なんかシンプルに裏下地何色でもないのもかっこいいけど、最初だからなんかやりたくなっちゃう。え、怖い。あ、そうね。ほら、かわいい。後ろ何もしない白にしてるのめっちゃかわいいよね。背景を塗り切らないのとか。これめっちゃ悩むね。悩む。でも悩むこと自体がちょっともういけないことなんで。そう、悩む時点でだよ。そう、もう気持ちが。ああ、わかった。わかりました。はい。まとまりました。まとまりました。次シンプルでしょ。かっこいいよ、まとまったって言いながらバドワイザーの姿。まとまりました。もう私結構決まってるわ。あ、本当ですか。早い。やりたいことがある。おお、誰だ。そう、もうベースの塗り方だけ本当簡単なんですけど、めっちゃ好きに出してる。好きに出してます。超贅沢。もう絵の具もったいないとかはないんで、全然好きに使ってもらって、でこれちょっと筆お水触ってもらって。うわー、すごい。あんま伸ばしすぎない方がグラデーションっぽくできます。かわいい。もうすでに伸ばして。で、今ちょっと前のキャンバスの上に載せちゃってるんで、あれなんですけど、ここ余白白残してても可愛いです。やっぱこれは心で描こう。そうだね、はい、こんな感じで体型ができたら一回乾かして、でこれをここにかけてやって、可愛い可愛い。これでも可愛い、可愛いですね。結構グラデーションとか作るのも簡単です。超可愛いんだけど、普通に玄関に飾りたい。嬉しい。そういう絵を描こう今日。自分の玄関に飾りたい。確かに家に飾りたい。家、あ、家どこに飾るかイメージしといた方が。トイレ。え、私もトイレかな。トイレ無になれるしね。オッケー。わあ。リアクションが100点満点。ありがとうございます。楽しい。わあ。マジビリよ。わあ。ありがとうございます。すげえ。ということで、はい、ありがとうございます。素晴らしい。もう絶対楽しいね。絶対楽しい。絶対楽しいこれ。絶対楽しいね。やってこう。めっちゃ可愛いな。あれ真剣。めっちゃ可愛い。可愛い、めっちゃ芸術じゃん。めっちゃ芸術じゃん。可愛い。結構可愛いと思う。めっちゃ可愛い。こんなの自己満ですもんね。そうです。自分が可愛いと言ってるんだ。そうだ。元気な心がありつつも何があったんだって話ですよね。こっから先ですよ。こっから芸術。はい。この作品のね、醍醐味。土台作り終わりました。いっせーのね、じゃーん。全然違う。待って、こんなに個性出るのすごいすごい。りょうが芸術すぎた。おもろい。普通さ、初心者って塗ることしか考えてないのに筆こんなやってさえ、てかやばいよ。え、写真ですかこれね。これさ、地球のさ丸み感出てない？やばいやばいやばい。これやばい。いい感じ。土台になんか全力注ぎすぎてない？キャッキャ楽しみだね。うん、でもね、意外と私もね、凝ってるんですよ。いや、余白があるのが絶対いいと思う。キャッキャしたらめっちゃ映えると思う。ただこれさ、キャッキャを何色にするかも確かにめっちゃ大事そう。はい。なのでちょっと皆さん、まあもう半分ぐらいかな、今。終わってますけど、あと一番大事なのがキャッキャタイムということで。アクション。やばいって。じゃあ、後半戦へ続きましょう。何これ？キモ。よいしょー。汚ね。わ、これマジ緊張する。え、でも垂れてても可愛いと思う。うん。結局多分いい感じになるよ。これちょっと硬いかも。どれくらいが柔らかいかわかんない。おお。めっちゃいいじゃん。てか黒よ。え、まない。めっちゃいいやん。結構固めに作ったけど、これの方がいいかも。うん。でも確かに思ったところにはいかない。いかないね。おーい。いいよ。めちゃめちゃいいよ。あ、いい。黒いいよ。てかさ、いいよくね。良いですか。めっちゃいいです。めっちゃいい。いや、いい。ね、どうするのか。かっこいい。結構。結構固めだね。よし、これで黒は一回。いや、いいです。いや、めっちゃいいよ。最高や。え、いいんじゃない？おお。どう？楽しい。なんかいいとかじゃない、楽しい。わかる。楽しい。あ、いいよ。おお。ね、待って。ってなんかさ、できてものを壊してる気持ちになるね。わかる、なんか悪いことしてる。悪いことしてる気持ち。楽しい。よし。これ。次の色に行きます。あお、巨匠コメント。ちょっとめっちゃ好きかもしれない。本当ですか。おお。うん、いいね。うん、めっちゃこだわってます。こだわってます。そうですね。ちょっともう一回だけやっていいですか。もちろん。ただこれちょっとさ、黒とさネイビーさ、あんまり違いが分かんないね。近いです。ありがとうございました。ネイビー完了です。あ、終わった。おお、めっちゃいいね、めっちゃいいね、とっても良いよ。楽しいね。最高最高。最高に楽しい。え、ねえねえ、買う人いるって。2億でいる。2億。いる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 。この YouTube バズれ。YouTube バズれ。え、超いいよ。かっこいい。最高。え、普通にこれさ飾っててもさ、なんか感じるものありそう。もう欲しい。うん。これってすごい欲しい。見せない？はい、ちょっとじゃあ完成品を皆さんにお見せしたいと思います。では、実際に約2時間かけてできた私たちの作品、こちらです。せーの、じゃーん。かわいすぎー。待って、マジで可愛くない？これいくらで買えますか？え、買ってくれますか？やばい、私普通にこれめっちゃいい。いや、てかめっちゃいい、マジで。え、これもめっちゃいいよ。褒め合い。いや、マジでうまいわ。先生が丁寧にしてくれたし、あと自分の思う通りにやれたっていうのが一番。もう本当にストレス発でもこれ、あ、なんかまたさらにアートが追加されてすごい素敵になりました。なんかちょっとね、浮いてたのがギュッてなって可愛い。こういうのもアート、私という人間が出てるっていう感じがします。確かに確かに、はい、いや本当にめっちゃ楽しかったわ。超楽しかったね。これマジでみんな来た方がいい。マジで明日も来たい。案件みたいな時は普通にプライベートで全然普通にプライベートはすぐ来てます。はい、あのお店の情報多分知りたいって本当に多いと思うから、あの概要欄にあの貼っておきますので、ぜひ俺もやりたい、私もやりたいっていう方いらっしゃったらね、ぜひ遊びに来てみてください。はい、めっちゃ楽しいですよ。ストレス発散になります。はい、というわけで私たちの1日デートのやつでした。バイバーイ。みんなバイバーイ。いいフローいいよ。てかさ、いい曲です。良いです。めっちゃいいです。え、超いいよ。良すぎる。かっこいい。No more praying you are doing well. No stressing if I hear them wedding bells. But if I wanted to be selfish, I wouldn't be able to help it. I wonder.